何をする気だ。物理的に破壊して強制遮断する。バカな、危険すぎる。危険、みんなが吹き飛ぶ以上の危険があるか。だったら俺が行く。ダメだ、この責任者は俺だ。あの中に入ったらお前分解されちまうぞ。そうなる前に止めるさ。それに分解といっても因果律の外部に取り込まれるだけかもしれない。そうなったら救出方法を探してくれ。私、俊介さんに話さなきゃいけないことがあるんです。だから海が行った。できるだけ周辺で圧を下げろ。まずい。俊介さん、バカ、待て。ヒナ、ヒナ待ってろ。すぐ開ける。何やってんだ、早く助けてやれ。ダメです、扉の電源が落ちています。手動で開けろ。このままじゃ死んでしまう。俊介さんも私たちの赤ちゃんもみんな死んでしまう。ヒナ、じっとしろ。今そっちに行く。私が守る。私しかいないんだ。大丈夫、私が守ってあげるから。バカ、殺せ。もう時間がありません。やめろ、分解されちまうぞ。そうなる前に止めます。ヒナ、行くな。バカ。進藤博士、どうすればいいんですか。進藤博士、奥の太いケーブルだ。赤いテープのやつ。なぜ、ヒナを行かせた。進藤、なぜだ。23、22、21、20、19、18、